どうも、ゴルフプロの三田です。いつも見ていただいてありがとうございます。今回は、スタートホールのドライバーショットを、とにかくフェアウェイに置く方法、これを伝授していこうと思います。スタートホールって緊張しますよね。どうなるんだろうと思って、失敗してしまうと、もう今日一日が旬となってしまう方多いんじゃないでしょうか。まあ正直言うと、まあスタートホールで何も決まるものではありません。と思いますが、やっぱりスタートっていうのは結構大事な部分になってると思ってる人が多い。ですから、少しそこで、まあ、ことフェアウェイに置きたい。まあこういう感じで思ってる人多いかなと思いますので、この動画を作ってみました。ぜひね、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。では早速いきたいと思いますが、ポイントは今回は一つです。まあ、ゴルフっていろんな考え方があるので、いろいろこう思い悩んでしまう方が多いと思うんですが、このまあ一つと言ってもちょっとふわっとした感じなんですが、一つはですね、それはだいたい7割ぐらいの感覚でやってみてください。すなわち、ボールが7割でいいとか、そういうことではないんですが、もう気持ちも7割ぐらい、まあ、どれぐらいの準備をするかによります。その、コースにですね、2時間前に到達して、到着して、で、もうガンガン打ってですね、もう準備万端、よっしゃ、みたいな、そういう状態の人は、まあ、もうスタートからですね、ガンガン行けばいいと思いますが、正直そういう方は少ないと思います。一般の、ゴルファーの方っていうのは、まずまず到着してですね、そんなにこう練習もすることなく、アプローチちょっとやるっていういい方、パッティングちょっとやって、そこからもうスタートホールどんな感じかなっていうふうになると思いますので、そこで7割というのは、もう感覚的にですね、まあ大体ざっくりこんな感じでいけばいいかっていうぐらいの気持ち。そしてグリップも少し短く持ってですね、まあ少し短めに持とう。スタンスも、スタンスの幅をそんなに広く取らず、少し狭めで大丈夫です。で、ボールの位置も通常は左足のかかとの内側ぐらいに来るんですが、それも少し中に入れていただいて大丈夫です。その代わりスイング自体を小さくしてしまうといけませんので、ある程度しっかり振り抜いてください。で、その7割というのも、打つ前の形として、ちょっと小さい感じになってますので、まあ、振り抜きとしては、しっかり振り抜く。ですから、ちょっとやってみますと、これぐらいの感じの構えを取って、しっかりと振ってあげる。そうすると、まあ、ヘッドスピードは正直ちょっと短く持ってますし、若干落ちますけど、正直その7割になるということはありません。どうですか、まあ、9割5分、95% ぐらいの感じにはなりますので、全く遜色なく飛んでいくと思います。で、ボールの弾道が少し低くなります。ですから、しっかりとドカーンと振り抜いていこうとすると、ドーンと滞空時間もすごく長くなるような感じになるんですが、少し短く持ってスタンスも狭くして、ボールの中に入れていただくと、それだけで、ボールが少し低くなるような感じになりますので、それで早く地面に落ちますので、まあ、仮に少し曲がったとしても、フェアウェイにある程度置くことができると思います。まあ、こんな風に、スタートホールって結構緊張したり、同伴競技者ももちろんいますし、後ろの組の人とか、さらに後ろとかね、結構ギャラリーができてしまうような場面も、まあ、ゴルフ場とか、まあ、その1日のお客さんの入りとかにもよりますし、そういう場面でも、ある程度ですね、リラックスして打っていけるようにしていただくといいかなと思います。で、うまくいかなかったとしても、万が一、うまくいかなかったとしても、自分は7割ぐらいでやってるんだからというような気持ちで、打つ前に思ってれば、まあ、失敗しても、まあ、いっかっていうぐらいに思っていただくといいと思います。ですから、今回は、やるのはもう一つ、イメージは一つ、7割ぐらいの感覚で、なんとなく短く持って、ちょっと狭くして、ボールも中に入れて、で、まあ、振り抜くところだけはそこそこしっかり。振ってあげると、まずまずの、ちょっと低めの感じで、いい感じでボールが飛んでいくような感じになります。距離も 95% ぐらいは絶対飛んでいくと思いますので、これを少し、挑戦してやってみてください。今日は、7割の感覚で、ドライバーショット、ティーショットぜひ打ってみてくださいということでお伝えしましたので、ちょっとコースに行くような方はですね、使っていただくといいかなと思います。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録ね、高評価もよろしくお願いします。では皆さん頑張ってね、練習してラウンドも頑張ってやっていきましょう。では、さよなら。